こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。なでしこジャパンは千葉県千葉市内での4日間の合宿を打ち上げた。この日の練習後に親善試合を行う石川県へ移動した。能登復興マッチですね。この試合後なでしこたちはフランスへ向かうことになっている。試合前日の様子をお伝えしよう。なでしこジャパン、ガーナ戦の前日練習を実施。谷川は別メニュー調整、長谷川&清水の仲良しコンビはペアを組み、冒頭の15分が公開。ガーナ女子代表と親善試合を行うなでしこジャパンは7月12日前日練習を実施した。会場がある金沢市内の気温は26度、曇り空で風もあり日陰では涼しく感じるも、時折雲の間から太陽が覗くと一気に体感温度が上がる。ピッチに姿を現した選手たちの表情は穏やかでリラックスした様子。しかし練習が始まると真剣な表情に。冒頭の15分がメディアに公開されたトレーニングはステップからのスプリントなど軽いアップに始まり、その後は2人1組での体格のパスを行った。日テレメニーナ時代からの同僚で現在は無所属の清水梨沙とマンチェスターシティでプレーする長谷川優衣の仲良しコンビは常に近くに。スプリントでは複数ある列の中で同じ列に並び、パスでもペアを組んでいた。なお19歳のミッドフィールダー谷川桃子は別メニュー調整。公開された15分間ではピッチ脇でストレッチなどをしていた。日本女子代表は13日にガーナと金沢55カレースタジアムで対戦。15時20分キックオフ予定だ。ここまで順調に合宿が行われているようですね。予定されていたメニューを着実にこなしているって感じかな。石川の天気は曇りだから千葉にいた時のような猛暑ではなくて何よりだ。試合が行われる14日の15時近くは30度になりそうですね。試合ができるいい塩梅の天気になってほしいぜ。気になるのはやはり谷川選手ですね。ここまで別メニューで全体練習には参加していない。多分明日の試合には出場はしないだろうな。フランスに渡ってからどうなるのかを見守っていきたい。14日の親善試合の舞台は石川県の金沢市となるが、ここにルーツを持つ一人の選手がいる。その選手の意気込みを見てみよう。能登半島地震の被害を目の当たりに、地元石川で日の丸背負う北川光パワーを届けられるように。日本女子代表なでしこジャパンは13日金沢55カレースタジアムでパリオリンピック開幕前最後の親善試合を行う。同試合は能登半島地震の復興支援にもなっており、金沢市出身のディフェンダー北川光、アイナック神戸レオネッサは、自分の地元でプレーできる、しっかりとパワーを届けられるように、まずは勝って思いを届けられたらと勝利を誓った。2010年、小学校卒業で石川県を離れて JFA アカデミー福島に入校。11年には東日本大震災で被災した。同年の女子ワールドカップでなでしこジャパンが優勝を果たしたことで、試合をみんなで見ていてパワーをもらえたと振り返る。今は北川自身が日の丸を背負う。今度は自分がそれをやる立場と13日の試合に意気込んだ。今年1月1日に能登半島地震が発生。北川も帰省先で被災した。その1ヶ月後、北川は父の仕事の手伝いで能登に向かったという。本当に悲惨だった。断水は終わったところはあるけど復興は進んでいない。道路も家も結構崩れていた。支援の輪を途切れさせないために北川は、自分自身も含めて発信しつつやれることをやっていきたいと力を込めた。17年になでしこジャパンに初招集されていたが、昨年までは日の丸から遠ざかっていた。サッカーにアイナック神戸レオネッサに移籍し、新天地で活躍を続けた。今年2月のパリ五輪アジア最終予選で追加招集という形で1年半ぶりになでしこジャパン入り。その後は再び招集メンバーに入っていった。北川はこの半年間を振り返り、諦めなくて本当に続けてきた結果と胸を張る。今までやってきた過程が自信になって今がある。昨年の W 杯出場を逃した北川にとって、パリ五輪はなでしこジャパンとして初の世界大会になる。五輪でも左サイドを活性化できるように、チームに貢献できるようにやりたいと大舞台を見据えている。今年は能登地震で1年が始まったようなものだからな。あの日、サッカー日本代表がアジアカップに向けて走行試合となる東洋タイヤズカップ2024が行われていた。試合が終わり、森保監督のインタビューが行われている時にその一報が入った。あの時は本当にびっくりしました。あれで正月どころではなくなりました。能登地方の被害は大変なものになりましたからね。私も東日本大震災を経験した身だからよくわかる。ショックというか絶望というか、いろんな感情がごちゃ混ぜになってたもんだ。これからどうしよう、どうすればいいのだろうか、そんなことを半年ぐらい考えていたものだ。そしてそんな時に沢選手率いるなでしこジャパンのワールドカップでの優勝の一報を聞いた時は心底嬉しかった。あの時のような希望になれるようにと北川選手は人一倍思っているだろう。
そういえば北川選手は今年2月までなでしこに招集されていませんでしたね。左サイドといえば遠藤純選手が鉄板だったからな。遠藤選手は前十字靭帯断裂の怪我をしてしまい、残念ながらオリンピックまでには完治できない降参になってしまった。そこで白羽の矢が立ったのが北川選手だ。このチャンスをしっかりつかみオリンピック代表にまでなった。遠藤選手とはタイプは違うが質の高いクロスを上げることができる。プレースキッカーとしても重要な役割を果たすだろう。自分の持ち味を存分に出してますよね。北川選手の地元である金沢で皆さんの希望となるプレーをしてもらいたい。その勢いをフランスへ持ち込んでほしいですね。そして試合を行うということは背番号をつけることになる。親善試合とパリ五輪で背負う番号が発表されたので確認しよう。なでしこジャパン、パリ五輪に臨むメンバーの背番号を発表。長谷川が14番、10番は長野に、サッカー日本女子代表。サッカー日本女子代表ニュース。日本サッカー協会 JFA は12日パリオリンピックに出場する日本女子代表なでしこジャパンの背番号を発表した。池田太監督が率いるなでしこジャパンは6月14日にパリ五輪のメンバー18名とバックアップメンバー4名を発表済み、リバプール FC に在籍するミッドフィールダー長野風花がエースナンバーの10番、マンチェスターシティの長谷川優衣が14番、ウェストハムユナイテッド FC のフォワード植木理子が9番、主将のディフェンダー熊谷咲が4番を着用する。なでしこジャパンは13日金沢ゴーゴーカレースタジアムにて行われる MS&AD カップ2024でガーナ女子代表と対戦する。おおむね今までつけていた番号をそのまま使う選手が多いですね。バックアップメンバーが19番以降の数字となる。目新しいところだと浜野選手、谷川選手、古賀選手かな。何はともあれ背番号も決まった。新しいユニフォームで臨む初めての試合をぜひとも勝利で飾ってほしい。縁起のいいユニフォームになってほしいですね。とここで気になるニュースが入ってきた。パリ五輪サッカーバックアップ選手4人との入れ替え容易に。一度登録外になっても復帰可能。国際サッカー連盟 FIFA は11日パリ五輪で男女とも各国18人の出場メンバーと怪我人などに備えるバックアップメンバー4人との入れ替えが容易になると発表した。怪我や急病など医学的な理由で一度登録外となった選手が回復した場合、他選手に代わって再びベンチ入りが可能となる。国際オリンピック委員会 IOC が従来の方針を変更したという。同五輪では男女とも1次リーグは中2日で試合が組まれている。この情報ってどこまで信じていいんですかね。そうだよな、開幕を10日前に控えてこの発表とはな。怪我や急病の定義はどこまでなんですかね。お腹壊したとか筋肉の張りを感じるぐらいでも交代できたりするんでしょうか。選手の申し出だけだったら何とでもできそうだよな。個人的な予想だが試合ごと28人を22人の中から選出できるようにしたんじゃないかな。それだと東京オリンピックと同じようになりますよ。こんなに期日が迫ってからの発表だからな。さっきの基準がわからないのだから、そうなる公算が高いと思う。じゃあなんで18人なんて言い出したんですかね。わからん。偉い人の頭の中のことは理解できないさ。もしそうなったら、なでしこはバックアップメンバーはもともと帯同させる予定でいいんですが、大岩ジャパンはバックアップメンバーは帯同させない方針でしたからどうするんでしょうね。わからん。ただ帯同させる可能性は高くなるだろうな。直前の発表はほんと勘弁してください。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。